皆様こんにちは。相馬村駐屯地から参りました陸上自衛隊第12音楽隊です。この度は第44回防衛問題セミナーにお招きいただきまして誠にありがとうございます。本日1月17日は阪神・淡路大震災から25年という節目を迎えます。このような日頃から日本の防衛にご理解をいただける皆様の前で演奏をすることに大変身の引き締まる思いがいたします。本日は大編成の吹奏楽とは違いまして少人数ですが一生懸命演奏いたしますので最後までお楽しみいただきたいと思います。申し遅れましたが本日の司会進行を務めさせていただきます。ベースを担当しています一等陸曹吉澤剛と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。さてプログラムの方に参りましょう。まずはじめに演奏します曲はお隣長野県は松本市が舞台のテレビドラマ白線流しのオープニングで使用されたスピッツの空も飛べるはずをお送りいたします。ドラマは高校卒業間近の男女7人の青春物語でした。爽やかなオープニングムービーとこの曲が非常にマッチして人気を発揮しておりました。それではお聴きください。スピッツの空も飛べるはずです。ありがとうございました。スピッツで空も飛べるはずを聞いていただきました。さて次はですね、また君に恋してるをお送りいたします。この曲はビリーバンバン31枚目のシングルとしてリリースされ、焼酎の CM ソングとして坂本冬美がこれをカバーし、最近の演歌としては記録的な大ヒットとなりました。本日は前の方にありますクラケットのソロでお送りいたします。それではお聴きください。また君に恋してる。
人数の編成なのですが、演奏形態は様々なジャンルの曲を演奏できる編成で、次に演奏する曲もフュージョンというジャンルから選びました。なかなか聞き慣れない言葉だと思いますが、フュージョンとはジャズとロックを融合させた音楽のことで、ジャズファンはもとより多くの音楽ファンに親しまれております。本日は日本を代表するフュージョンバンドTスクエアのナンバーからアルトサックスソロをお楽しみください。 トワイライトインアッパーですと。
アルドサックス、ハイドリック、ヤマダイステイです。キーボード、リトリック、矢野義弘。ありがとうございます。